リアチャンネル。こんにちは。今回から声出しでスプラトゥーン2ガチアサリの実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。武器はパブラヒューで、ステージは富士坪スポーツクラブです。じゃあアサリ集めいきましょうか。ここで8個目、これも集めて9個目、10個目。まずはガチアサリゲット。インク切れ、めっちゃ敵から追い来る。スピスピか。味方は3人か。カモンされてる。とりあえず味方か。スペシャル、スペシャル溜まった。なんか潰して1キル。奥に見えないとき。でもちょっと死にそうなんで見ます。スプスピかな、めっちゃ狙ってくるのね。仲間がシュートしそうな感じ。うん、でもまだしないかな。お、スペシャル溜まった。ナイス、スペシャル発動。うまく避けられたかな。敵ガチアサリ2個持ちか。半歩はちょっと怖いな。防衛したいけど死んじゃう。カースラス、待って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 、逃げちゃう。待って、しかもナイスだな。超ギリ。いや、それはキル。またスプスピか。スプスピ直線強いよね。今アサリの数も戦況いいな。切ります。あのアサリもらって、こっちももらって、やっぱあそこにガチアサリしてるからガチアサリもらえる。シュート、あと逃げ出なかったけど、まあ壊せたから OK。 仲間が立ち当たりキルしてくれた。何もまあまあ普通にローラーがいるけど、敵は結構自陣にこもってるから、この隙にアサリ集めたいね。今4個目、ここにもいるな。ナイス、ごめん、これについてこう。あ、シュート。普通こんなインク切れスペシャル。さすがに死んじゃうので逃げます。このアサリも回収、敵の分も回収。だいたいアサリの回収は合ってるね。味方23個。え、今くれた？もっともっと。3個に潰された。攻めてんな。おお、切る、ギリ切る。いや怖いけど、ナイスオールダウン。あとはこちらから攻めるだけだね。これでガチアサリできる。よし、やった。仲間やられてる。うわ、後ろのローラー超怖い。ちょっとやられる前にスペシャル。
険だけどシュート、逃げる。まあ今のは仕方ないな。できれば行きたかったけど、あとはガチアサリ敵に作られないように、自陣近くのアサリを回収すれば勝てる。お、キルしたかったけど着地は無理。避ける反動で落ちた。仲間が集まってくれてる。ナイスナイス。58カウントと19カウントね。喜んでるの可愛いよね。ローラーが怖かったのと、スプスピがめっちゃ打ってきたなっていうのもあるよね。でもまあシュートいろいろくぐり抜けてシュートできたのは良かった。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。コメントいただけると嬉しいです。それではまたね。